朝廷とは、朝祭りごと、早朝、貴族、文部の官人が参集した上で天皇が政務を見る、こと朝政、朝廷が行う、政治、朝廷の政務一般である。また、朝座についた官人による政治という意味で、朝座政と呼称する場合もある。ここでは、一、について述べる。日本書紀には、すでに、水古朝の十七条憲法八条に、 軍慶百両総長案体育児ナビ期間終日、南人の記事があり、随所にも600年に、随に派遣された、県随氏が、皇祖文帝に、和の風俗について質問された際、移転ためにも、ひため弟天未明時で、調整家ふざひじびんリムウーうに我が弟と、応答したことが記録されており、総長における天皇の調整が示唆されている。また、日本書紀には、大化三年、 高徳天皇が南波のおごうりで礼法を定めたということが記されている。官位を有する官人は、毎朝午前4時頃までに、朝庭南門の外に並び、日の出と共に庭に入って天皇に再配し、その後正午までちょうどで政務を取ることとした。遅刻した者は入ることができず、また正午の鐘を聞いたら、退調すべし、としている。金は中庭に吊るしておき、 金をつく者は赤い図金を被るべきことも定められた。金つき役人が赤い図金を被るのは、冠石に見える鳥人の模倣と考えられ、鶏が時を告げることに由来するものと推測される。この時、魏師は神殿にも記された古くからの伝統である、両手を地面につけ、ひざまずいて行う霊法、ほふ霊から中国風の立ったままお辞儀する霊法に改められ、 後の時代にナンバーサニワの律令と称された。綺麗、補服礼は後にもしばしば禁止されていることから、旧来の慣習はなかなか改まらなかったものと考えられている。奈良時代、平安時代にあっても早朝の調整は続いており、養老礼の旧英礼には朝夕の鼓に合わせて宮城の門が開閉されることが定められており、午前6時半には、 丁道の門を開くものとされている。この規定は、大法令の旧英令以来のものと考えられる。さらに、演技式では、季節による日の出日の入りの時刻の変化に応じた門の開閉の時刻をより詳細に定めている。演技式によれば、諸子の5以上の官人は、大雨の日や11月から2月の極寒期を除き、基本的には、毎朝、丁道院で政務を取ることとなっていた。 官人たちは、うどで、自らの席次につくと監視ごとに、日常の政務を処理する。これを、常政というが、弁官の決裁が必要な場合は、弁官のもとへ行って報告することとなっていた。これが、猿政である。また、大乗大臣や、左大臣、右大臣に直接上申する際には、その旨を弁官と激に告げることとなっていた。 調整に関する研究は、騎士都市を、調動の初歩的考察を講師としている。騎士は、調動院が従来はもっぱら、調儀の場として捉えられて考察されてきたことを批判し、本来的にはむしろ、水湖町の小根伝宮から平安宮まで一貫して、調整の場であったことを、1960年代、移行急速に進展した、都の城の発掘調査の成果をもとに明らかにし、 長度院のあり方と律令制における政治組織の整備とを関連づけ、近年の研究動向に強い影響を与えた。その後、鬼頭生命は、藤原風における長度院の形態を中国と比較して、その得意性を論じ、古瀬夏子が政務の運営と宮の構図との連関を、平城宮長岡宮平安宮の時系列変化をもとに考察し、橋本義則は、 日本古代の調整の変化について、様々な論点に触れながら、これを外括している。熊谷君夫は、朝庭を場とする政務と定義づけている。熊谷 P238 から240全文は、八に枠、軍警百両総長安泰育児ナビ期間、終日難人ゼモ、市長不対受給総体必ずこと夫人。管理官僚は朝早く出資し、遅く退出せよ。 公務はおろそかにできず、終日で全て終えることが難しい。したがって、遅く出資したのでは緊急の要件に間に合わないし、早く退出したのでは必ずことを遂げることができない、のい。海洋二十年王政、雨やざたり思えきた孤高を受き見原始網で欠条例書司法祖の風属死者こと、大井天ため兄もひため弟天未明時で、 調整家フザヒジビンテイリムウンイワが弟構ソ曰く、このふと、麦りクンレ令、カイノの一部。死者の答えは、和王は天を兄とし、火を弟としており、天がまだ明けぬ未明に王宮にで、あぐらをかいて座って調整し、火が昇ってくると、あとは弟に任せると言って、政治を委ねるというものであった。天皇賞ゴーリング、しかも定例法。そのせい曰く、本有意者。 洋虎時、南門の外、左右羅列。交尾、初出、収むには再配の、侍友長。若番三者、不得入り侍。林至る馬時、上昇しかもまかりむか。その劇、勝利者、死で、赤幅を前。その正代者、清中には。AB 吉村 p 九十八から百九9 9 AB 吉田 p 十三から六十四 AB クロス P118 から119、養老令の職員令には、恩苗寮に2名の老国博士を置き、その下で噛み立つが、老国を用いて定時に証拠を売って、自報とすることも定められていた。騎士都市を、日本古代旧との研究、鬼頭生命、日本における、長動員の成立、古瀬夏子、宮野構造と、政務運営法、橋本義則 日本の古代なの祭りごとの展開、ありがとうございます。